どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、ヒルトンホテルのポイント宿泊時のね、必要ポイントが解約の流れをね、来ているんじゃないかということで、こちらですね、先日海外のね、ブロガーの方がですね、報じておりまして、私の方でね、確認させていただいたんですけども、まあごく一部ではあるんですけども、少しね、解約されているっていう風になりますんで、本日はね、簡単ではあるんですけども、こちらの解説ね、やっていきたいなと思います。ということで、先日ですね、こちらの動画をね、上げさせていただきました。ヒルトンアメックスクレジットカードのね、新規入会キャンペーンね、変更になりましたということで、今回のね、新規入会キャンペーン変更になってですね、ポイントとは別にですね、決済を積むと無料宿泊特典がね、もらえるキャンペーン、こちら BMAU バウチャーっていうものがね、もらえるわけなんですけども、ようやくね、こちらデスクの回答が来まして、この無料宿泊特典で宿泊できるね、ホテルなんですけども、公式サイトにはですね、ヒルトンホテルズ&リゾーツのみね、利用できるっていうね、記載があって、まあ、どこかね、対象外があるんじゃないかな、なんていうふうに思ってたんですけども、やっと回答が来まして、日本国内ね、宿泊できるホテルは、ヒルトンニセコビレッジ、ヒルトン東京、ヒルトン東京ベイ、ヒルトンお台場、成田、小田原、名古屋、大阪、福岡、長崎、チャタンリゾート、セソコということで、こちらはですね、このビーマンバウチャーでね、利用することができるね、ホテルっていう風になっておりまして、こちら全部ね、ヒルトンホテルっていう風になっているわけなんですけども、ここだけがですね、このビーマンバウチャーで宿泊ね、することができるっていった形になります。これ以外のですね、ダブルツリーのブランド LXR である6京都、あと軽井沢にね、キュリオっていうのがあるんですけども、あとね、コンラットありますよね。こちらはですね、このビーマンバウチャーではね、利用することができないっていう風になっておりますんで、これからね、発行検討される方はですね、注意ね、しといていただければなと思います。まあ、ダブルツリーはですね、ちょっと価格的に結構お安いので、ここで使うのはね、もったいないかなっていう風に思ってたんですけども、まあ、コンラットとかね、6京都とかね、ここら辺が使えたらね、本当にすごいなっていう風に思ってたわけなんですけども、まあ、これはね、利用することができません。まあ、できないわけなんですけども、まあ、それ以外のね、ヒルトンホテルであれば、こちらね、利用することができますので、いや、かなりね、いいんじゃないかなと思います。またね、このバウチャーに関してはですね、日本国内だけではなくてですね、海外でもね、利用することができるっていう風になりますんで、ニューヨークのね、ヒルトンミッドタウンとかもね、これ使えるんじゃないかなという風に思いますので、まあ海外旅行ね、どんどんね、行けるようになって、これ使えたらね、かなり強いですよね。またね、この BMAU バウチャーっていうね、無料宿泊特典は発行後ね、有効期限1年間っていう風になっておりますんで、こちらはね、注意しといていただければなと思います。ということで、ちょっとね、話はそれましたけども、今回ですね、ヒルトンホテルポイントの必要ポイント数がね、少し上がってきているということで、で、今回ね、上がってきているっていう話を受けて、ちょっと調べさせていただいたんですけども、私の方でね、確認できたホテルは、先日までね、9万5000ポイントが標準ポイントだったホテルが、今回の改定で11万ポイントにね、変更っていう風になっております。で、日本国内のね、ヒルトンホテルだと、9万5000ポイントがね、標準になっているのは、おそらくコンラット大阪と東京、あとね、6京都がね、この9万5000ポイント標準にね、なってるんじゃないかなと思うんですけども、改定で影響が出ているのは、6京都のみっていう風になっておりますんで、まあ残念ながらですね、今までね、6京都は、まあこれね、キャンペーンなんじゃないかなって思うぐらいね、6京都って元々のね、金額が高いので、なんで9万5000ポイントなんだろうなってずっと思ってたんですけども、まあ今回の改定でね、11万ポイントに必要ポイントね、上がってしまったっていった形になります。その他のね、日本のホテルでは今回のね、改定はね、影響ないっていった形になっておりまして、まあコンラット大阪東京とかもね、この9万5000ポイントでね、もともと標準で出ているんですけども、影響はね、受けておりませんので、9万5000ポイントのままっていった形になります。で、今回のね、解約を受けてですね、今後ね、ヒルトンホテルの必要ポイントのね、標準ポイントね、これがね、どんどん上がってくるかもしれないですね。まあこればっかりはね、外資系のホテルっていう風になりますんで、一気にドカンってね、来るかもしれない部分もありますんで、今ね、流れとして来ているっていうことはですね、覚えておいていただきたいなっていう風に思いますかね。アメリカではね、ヒルトンゴールド、ダイヤモンドのね、朝食特典ね、ホテルクレジットに切り替わってるっていうのもありますので、まあちょっとね、良くない流れにね、来ているのかななんていうふうに思っておりまして、まあ今後ね、また必要ポイントね、今はまだ影響ないですけども、今後ね、
国内のヒルトンホテルの必要ポイントもね上がってくるかもしれないですね。でですね、今回のこの改定なんですけども、まあ、9万5千ポイント標準だったところが11万ポイントね上がっているっていう風になりまして、まあ、私がですねちょっと簡単に検索させていただいた感じだとですね、ハワイのウォルドーフアストリア、こちらもねもともと9万5千ポイントだったんですけども11万ポイントにね上がってたりとかですね、あとねモルジブの、コンラット、こちらもね上がっているっていう風になりますんで、まあ影響あったらね、まあ、こんなもんなのかななんていう風に思ってるんですけども、もしねあのここ9万5千ポイントだったけど11万に上がってますよみたいな感じでね、あの知ってる方いたらねぜひ教えていただきたいなと思うんですけども、あとね6京都もね入ってますけども、まあこんなもんですかね。あの9万5千ポイント標準でニューヨークのコンラットとかもこれね9万5千ポイント標準になったので、まあ今回の改定がねあの報じられて、あもしかしてニューヨークもね11万に上がってんのかななんていう風に思ってみたらね9万5千ポイントのままでしたので、まあ今はねまだ変わってないですけども、まあこういったことがね今起きているっていうことはですね、ぜひね覚えておいていただきたいなっていうふうに思います。今後ね他のホテルでも必要ポイントがね上がってくるかもしれないですね。ということで今回ですね、ヒルトンホテルポイントのね必要宿泊ポイント数がね解約の流れかということで解説ねさせていただいたわけなんですけども、いやーどうなっていくんですかね。もともとヒルトンホテルポイントっていうのはマリオットとかにね比べると必要ポイント数がね多くて、またねあの現金決済の時のねあの1ポイントの価値としてはねかなりまあ低い方なんですよね。ですのでもうちょっと必要ポイントね少なくしてほしいなっていうのはねあの本音なんですけども、まあヒルトンホテルもね赤字っていうのもありますので、まあ今後ね上がってきちゃうのかもしれないですね。ヒルトンホテルね利用されている方はですねこういったね、ヒルトンホテルね流れみたいなのもねぜひチェックしといていただきたいのと、またねヒルトンホテルのね何か発表がありましたらですね私のチャンネルでね解説出していきたいなっていうふうに思っておりますので、ぜひねチェックしていただければなと思います。ということで今回のはねちょっと簡単になりましたけども、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますんでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。